なんかですね、松尾隆さんって昔キッチュって言われてた人ですよね。占い師には国家試験を導入しなきゃいけないみたいなことをなんかラジオで言ってたんですって。確率論、占い師は確率論だみたいなことをなんか言ってたとしても、じゃあお前が調べたのかみたいなとか、いろいろ言ってたみたいですよね。その 確率的にそれほど低くないことを言ってくるみたいなね。本当に悩み事があるときは、占い師にかからない方がいいですね。信用できる人に相談する方がよっぽどいいと思いますよね、とか言ってたんですって。あと、有吉さんもコロナを予測できなかったんじゃないか、占い師は、みたいなことを言ってたんですけど、言ってて、いろいろネット上になってますけど、占い師がね、まずコロナを予測できるはずないですよね。WHO とかね、何億も何百億とかかけて、何千億とかかけて国家プロジェクトでやってるところすら予測できないですから、たかだかそのね、数千円ぐらい取ってる占い師が予測できたから、ね、国家プロジェクトいらないですからね。そういう話を聞いたもの、やっぱ占いの、あれ、男の意見だなと思いますね。僕も占いをネット占い師、アプリの占いで、チャット占いでやってて、実際に会うことはない、対面式の占いじゃないから会うことはないんですけど、お客さんの、99%は女性なんですよ、占いって。で、女性が来る、相談したいって思うのは、明確な答えが欲しいわけではないですよね。背中を押してほしいとか、話聞いてほしいとか、そういう類のことなんですよね。でね、その信用できる人に相談する方がよっぽどいいと思いますねってキッチュさん言ってたんですけど、そもそもそんな信用できる人がいたら占い師なんかお金払っていかないわけだし、あとね、信用できる人だとしても、例えばね、不倫の話とか、そういうのが多いんですよ。恋愛の話ってセンシティブじゃないですか。それを信用できる人とかに話したとしても、やめろとか言われる可能性もあるわけですよ。そうすると嫌な気分になるじゃないですか。あと、最悪の場合、そういう人がポロッと言っちゃって、回り回って近所の広まったりとか、あと、旦那にバレたりとかもあるわけですよ。ってなると、そう知ってる人は相談できないですよね。でね、一番重要なのと、も一番分かりやすいっていうのが重要なのって、女の人の話をね、ちゃんと聞いてくれる男の人っていうのは稀にいないんですよ。それは彼氏にしても旦那にしても。多分この松尾さん、キッチもそうなんですよね。多分奥さんの話とか多分聞かないと思うんですよね。有吉君も彼女の話は聞かないと思うんですよ。そうだね、そうだね、とかな。なんでそんなこと分かんないの、とか、多分男の目線で言うんですよ、大体は。で、そうなると、もう、男性と女性やっぱ違うので、恋愛って男ってやっぱ体じゃないですか。体を求めようとするから、そこにお金払ってもするけど、女の人はやっぱ精神的な部分を求めるわけですよ。で、体にの、ね、その恋愛、セックスとかの恋愛には別に女の人はお金払わないけど、精神的な部分ですよね。自分のそのことを理解してほしいとか、自分の話を聞いてほしいとか、自分の後押しをしてほしいとか、そういうのにはもう際限なくお金払うわけですよ。だからそこが大きな違いですよね。で、占いっていうのはそういう面でも必要なんだと思うんですね。心のケア、女性の心のケアっていうんですかね、後押しをしてあげるとか。話、その、まあ僕は男だけど、女性の占い師もね、世の中いっぱいいるし、そのいうひあのでも基本的に大体はやっぱり恋愛の相談なんですよね。で、ちゃんと話を聞いてあげる、ちゃんと話を聞いてくれる人がいるんであれば、占い師はいらないですよ。でもいないんですよ。
とこういうふうに言ってる松尾さんもちゃんと話を僕は聞いてないと思いますよね。ってなるとやっぱりお金をかけてでも占い師にお話を聞いてほしいっていう話になるのかなと思うし、あとまあ一つこういう話、こういうことを当たり前のことなんだけど、こんなのって。そこを理解できない松尾さんは絶対持ってないだろうなってちょっと思いました。そんな感じで。ナイトルーティンでもう寝ます。おやすみなさい。